まずいな。今のうちに、武器を下ろせ。敵じゃない。ウンパが何をしている。そっちこそ。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。主球派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上のタンコブ、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことかウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。さあ、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ。クロークロゲイゲイ。ずいぶんと賑やかなことで。神羅の増援もいるな。ああ、意外て。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからない。ソルジャーにはわかんねえか。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶと思うね。深夜の警報で近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視。 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。お疲れ。こっちこっち。混乱どころか神羅の恥だ。よし、警報に拡大配置して。後方では。ちょっと派手にやりすぎじゃない、うん、まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、出ない。俺たちが行く、うん、おいウェッジ、大丈夫か。ナイス。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お知りたい。どれ。ちょっと何してるの。うわ、ブヨブヨ。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。ふん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。どうやってスラムに戻るすか。ふふふ、前から一度やってみたかったんだ。
にしても本家の作戦に鉢合わせるなんてな。偶然なのか。現在、安全確認のため本家が動き出したとすりゃ面倒だ。速やかにご自宅へお戻りください。山積みだってのに。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので自宅で待機をお願いします。緊急事態だ。自宅待機命令も出ている。悪いんだ、諦めてくれ。こっちこっち、ここまで来れば安心。どこに向かってるっすか。ついてからのお楽しみ。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなるといい。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何、なんか怪しくない。ないない、それはピザは食べたいよな。ああ、ふん。じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおっかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。多分ここに あった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん、半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんなご苦労様、付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん、よし飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ、忘れるところだった。あ、ねえ、危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。血のセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。ちょっと待って。ダメだ。厳しいっすね、兄貴。誰が兄貴だ。もっと役に立ちたいっす。テーマばっかで十分だ。傷は仲間のためだろ。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。俺一人で帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたちもう帰ってるかな。さあ。二
人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ、変な影が瓦礫通りに落ちたよな。今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。ここがビッグセンチ。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。ミッドガルを出ていくから。元魔法ロキングの者たち。また爆破があるんじゃないかって不安なんだ。ここがジェシーんち。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから変な気起こしちゃダメですよ、兄貴。ああ、念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。男は立ち入り禁止ですってば。スラム住民にもできるマコーロでの秘密の仕事って。明日五番街に行く。ほらほらにゃる、バニーパス。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。ああ、好きにしよう。よくできました。よしよしよし。ほらニャル、死ぬじゃダメっす。スラム住民にもできる。うわ、やっぱりクラウド。そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。あ、分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。はあ、分かった、考えておく。やったー。じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーシェ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって